こんにちは。キイちゃん、こんにちは。今度ジョセフィーヌというあのナポレオンの奥さんの話を書くんですけど、そういう時代っていうのはもう服装がすごいはっきりしていて、こういう服だとその時代には着ていなかったとか言われちゃうけど、ファンタジーは全くそれがないので、自分のオリジナルデザインで遊べるのがすごい楽しいです。うん、ジョセフィーヌちょっと今心がすっごいいいのよ、すごいいいの。あのね、バラの原種、プラントハンターって言って、あの植物を、だからアジアからもバラの原種を集めさせたのよ。フランスのバラをすごい文化的に発展させた人なのよ。バラの、そうそう、私の世界なの。もうぴったりなの、フリルレースバラ。うん、よくぞ出会ったなと思って、運命の出会いよ、ジョセフィーヌちゃん多分。ナポレオン皇帝の奥さんになったジョセフィーヌの肖像画をちょっと練習してるというか、まだ自分の手にキャラクターが馴染んでいないので、カラーでちょっと1枚描いてみたいなと思ってやってますね。連載前ですね。連載しながらももちろん定着していきますけど、連載が始まった時にはもう自分の中にそのキャラクターっていうのが入っていないとやっぱり難しいですね、続けていくのは。だから今から時間をかけて彼女をどんどん自分の中に取り込んで愛していきます。原作がつきます。はい。で、今そのジョセフィーヌちゃんを一生懸命描いてる原作者の人はもうすごい、シャワーを浴びたらひらめいたって言ってメールを送ってくるので、こんな風にしたいとかって、そういうなんかあの連載する前のキャッチボールも始まっているので、本当にすごいいい作品になると思います。こういう男の人が出てくるんですよ。ナポレオンとなんていうのかな、大張るような、うん、歴史上にはいなかった人間なんですけど、この漫画のためにちょっと作ったキャラクターで、またそれも私早く描きたいぐらいかっこいい男の子というか男の人なんですよね、うん、いいですよね漫画って。あのこういうちゃんとした歴史とそれから自分の描きたいキャラクターを融合させてドラマチックに作れるっていうのは本当素晴らしい世界だと思います。これが戴冠式の絵なんですけど、ストーリーはこの戴冠式の絵から始まります。フランスのファンの皆さんにも絶対に読んでほしいなって思います。うん。で、ジョセフィーヌっていうのはバラのなんていうのかな、フランスにバラの花を定着した方で、これがエンプレス・ジョセフィーヌっていう彼女の名前のついたバラなんですけれど、このバラに会いたい。すごいやっぱり新しいキャラって
心ときめくものがありますね。どういうふうに動いていってくれるんだろうとか、どんな人生を私に書かせてくれるのかなとか。